エラールの商標エラールはピアノとハープを含む楽器のブランドである。名称は創業者のセバスチャン・エラールとその甥いのピエール・エラールに由来する試験的なアクション機構。1790年頃に製造された初の三本弦ピアノの機構。セバスチャン・エラールによって作られた最初のフォルテピアノは1777年に遡る。その後、セバスチャンは アクション機構に関する多数の特許を取得して、ピアノ自身を発明した。ダブルエスケープメントと不適切に呼ばれている、このシステムによって、鍵盤が完全に上がりきるのを待たずに音を出すことができ、より早い演奏が可能となる。すぐに、すべてのグランドピアノがこの機構を採用した。セバスチャンはまた1808年に弦を止めるためのフレーム上のアグラフを考案した。 1810年には、グランドピアノのペダルを考案した。エラールはまた1810年にダブルアクションの7、ペダルハープを考案した。これによって、すべての音、すべての蝶が演奏できるようになった。ブランドは19世紀末に頂点に達した。20世紀の初めには、エラールのピアノは衰退していった。何度かの名称の変更があり、1960年に工房は、 ガボーと合併した。1800年生のナンバー28はハイドンが所有し、1803年生のナンバー133はベートーベン、1867年生のナンバー33932はベルディが所有した。リストやラベルといったその他の作曲家もエラールを所有していた。ペール・ラシェーズ墓地にあるエラール家の博士バスチャン・エラールによる1781年生。 スクエアピアノ。ローマ国立楽器博物館所蔵。ベルニマルタン仕上げのエラールピアノ。1835年生。ビジ,ー,ジョー所蔵。エラールは長年独自のピアノ機構を発展させた。エラールの機構は二股に分かれたハンマーシャンクで容易に識別できる。これらの機構は調節に最新の注意を要することが知られている。ありがとうございます。